生死の狭間に追放されたその時、すごいものを見たのです。を尽くします。私がいます。ご安心ください。この力、やはり私の感じていた通り。君たちが何をするつもりかは分かっているよ。さあおいで。私はイスタリア、かつてドラゴンの母に仕えていた司祭だ。前に進む方法を教えよう。そう、ドラゴンの女王のしもべは君らのような凡人よりも観察力に長けているんだ。あらゆる兆しが、この混沌の申し子はすでに目覚めた。今すぐにでも阻止しなければ、二度と機会は訪れないかもしれん。私も。リッチたちは奴らの主同様、邪悪な儀式により、混沌の因子の力を操る方法を手に入れた。そして君たちの言う封鎖魔法も同じだ。あれも混沌の力から作り出されている。あれほど濃度の高い混沌のエネルギーを破るには、力強く理性的な魂を持つ者の協力が必要だ。どういうことだ？わかりました。
どうにか手を貸してくれる仲間を探さないと、今の私たちではかなわないということですね。力強く理性的な魂か。私たち以外にこんな馬鹿げたことをしようとする奴がいるとは思えないけどな。追放されし者たちは余計なことに関わるのを嫌います。ですが二人だけ例外がいるんです。ドワーフ。私が知る限り、フォバートは神に捨てられし遺跡の墓地の近くをフラフラしているはずです。グラルは、さあもたもたしてはいられませんよ。早く二人を探しに行きましょう。自分が何をすべきか分かっているようだな。この状況を変えられる者がいるとすれば君しかいないよ、新入り。勘違いかもしれないが、君の体から混沌の申し子の気配を感じる。もしかしたらそれが現状。さあ行くんだ、抵抗者たち。君たちの結末を見届けさせてもらおう。貸してくれねえか。お、アイサンドラと。こちらの行動が制限される恐れがあります。地面にあるあれらに気をつけてください。こちらの行動が制限される恐れがあります。周りの出来事に全く気づいていないのか。目の前のブラックドラゴンは静かに眠っている。
する挑戦ってさっき全く判断なかった。あなたが信じ続けているものは変わり映えのしない光景にはもううんざりだよ。
しときましょうかね。ちょっとこの後やりたい、配信したいゲームがあるんで、今日はここまでにしときます。じゃあね、またね、別のゲームでお会いしましょう。チャンネル登録してきてね。